俺これからはプロレスラー兼 YouTuber だけじゃなくて本気でインスタグラマーを目指しちゃうぞ。皆さんこれからも私のインスタグラムメキシコ忍者のたくさんのいいね、フォロー、コメントの方よろしくお願いします。プロレスラーズの道本です。さあ皆さん、お聞きした通りです、あの北海道の居酒屋文次郎の達人でもありました東京六本木の魚屋富ちゃんの達人でもある末富博さんがこの度お亡くなりになりました。心よりご冥福をお祈り申し上げます。2018年の1月には魚屋富ちゃん、2018年の2月にはあの極寒の北海道で居酒屋文次郎の愛の貧乏脱出大作戦のね、師弟関係にもなる貧乏店の文次郎と達人店の富ちゃん、両方のお店に行きました。まあ、文次郎はもう言うまでもなくありませんでしたね。でもね、魚屋富ちゃん、あの末富達人ね、番組ではあれだけ厳しかった、でも実際会ってみたらものすごくいい人でした。まあ、あの時聞いた話だと、番組上でディレクターから作られたあの厳しい達人だったことも分かってね、あとあとね、お客さんからもね、すごいね苦情が来て大変だったということもね、おっしゃってましたね。あれだけね穏やかでねいい人だったあの末富オーナー、できたらね文次郎に行った時のねあのレポートももう一回届けるためにもう一度会いたかった。でも本当にね今それができなくて悔しいです。ヒロシさんの息子さん。あ、はいはい。はい。あ、はじめまして、末富さんの息子さん。いや、僕は違うんですけど、こっちにはちょっと来ないんですけど、出てるんでしょうか。あー、そうですか。はい。あの、ヒロシさんってお亡くなりになられたんですよね。そうですね。あー、僕、2017年の、はい、時にあの魚屋富ちゃん の, あのアダルト本店に行ったんですよ、はい、でその時にあのお父さん、そのヒロシさんとお会いされて、はいはい、でお話ししたんですよ、そ, うそんで何のお話をしたかったら、もちろんその時しょあのお食事も していったんですけど、何のお話をしたかと言いますと、はい、あのご存知かどうか知らないですけど、20年ぐらい前に、ミノモンタさんの愛の貧乏脱出大作戦という番組で、テレビで放送したんですよ、はいはいはい、僕あれを見て中学生だったんで、はい、まあ、それで4年前か2017年で、まあ、その愛の貧乏の番組の話をしたんですよ、はい、で、まあ、2回放送したんで、北海道のお店と僕名古屋 の, あ の, その番組で修行に来たお店の方両方行ったんですよ、はい、で、まあ、行ったので、まあ、その各その店主がまあそのことをちょっとお伝えしたいなと思って、去年行ったら、あの僕麻布しか行ったことなかったんで、はい、麻布がもうなんか去年の7月になんか閉まってて、はい、でなんか今六本木の方行ったら六本木の方もなんかやってなくて、でその六本木の本店の方の2階になんかそのコーヒー、タビロさん、はい、タビロさんだって言った、はい、あそこの方に来たら、息子さんは今ここでなんかやってるから、うん、ここに行けばお会いできると思いますよって、ただ今コロナの影響だからやってないかもしれないけどと言ってたんで、一応来るだけ来てみたんですよ。そうですね、あの本人としてはあの何店舗かお店やってるんで、ここに常駐してるわけじゃないんですよ。だってなんか末富さん の, その、弟さん、お亡くなりになった末富さんの弟さんが笛料理かどっかやってます、神楽坂で匠というお店やってますね。あ、それが末富さんの弟さん。そうです、匠。はい、そちらはちゃんとそこしかないんですか。そうですね、そちらはもう一軒で、
ってるお店ですね。いやだから僕その、ね、お亡くなりになったって今聞いて、ちょっとあの、まあ、てっきりコロナの影響でなんか閉店したのかなんかなのかなと思ってて、もう亡くなられて閉めたんですけど、もともとトミちゃんの店なんで。あ、そうなんですか。そうです、そうです。まさか僕、そのお亡くなりになってるって思わなかったんで、あの4年前にお会いした時あんな元気だったから、だからちょっとショックで、まあほらその店舗、名古屋と北海道の店舗のことを伝えたかったので、それでちょっとあの事前にご連絡いただいたりとかしないとやっぱ常駐してはいないので、僕だから、あのトミちゃんはまあざが去年なかったんで、六本木もまさかないとは思わなかったんで、今日行ったら行けたらと思ってたら、亡くなってって本当思わなかったので、事前に電話とかされたんですか。だからそのトミちゃんに電話、なんか電話して、なんか麻布本店が番号変わってて、行ったらなくて、だから六本木の方も一応あのナビで検索していったけど、まあなくて、そうですね、まあ、もう亡くなられてもう1年ぐらい経つんで、でも1年前なんですよね、1年半ぐらいです、去年の、一昨年の2月なんで、亡くなったのが。ってことは2019年の2月、そうですね。そうです、はい。もともと脳梗塞で、まあ、あの倒れたんですけど、まあ、脳梗塞じゃなくてくも膜下出血で倒れて、で、まあ、1回ちょっとそう手術して良くはなったんですけど、まあ、やっぱり他にもこう、まあ、いや特にそういうのはなかったんですけど、例えば軽い脳梗塞だったりとか、ああいう体だったんで、まあ、急に一気にこう、まあ、ちょっといろんな、まあ、良くないところになっちゃってという感じですね。そうだったんですか。それでもまあ入院してから、倒れてからだから1年半ぐらい入院してたんですよ。あ、そうだったんですか。それでもちょっとあんまり良くなかなくて、もう急に亡くなっちゃったような感じで、僕もその亡くなる1週間ぐらい前に最後あのお見舞いに行ったんですよ。その時は元気そうでした。全然、はい、元気だったんで、ちょっと僕すごいショックですわ。ね、すいません。いやで、ちょっと息子の方はもうちょっとその何軒かお店やってるんで、ちょっと事前にあのちょっとアポ取ってもらうとか、そういう感じでいつぐらいに来るとか言っていただけないと、ちょっとお席的なこうあれはちょっとお会いできないと思いますね。はい、じゃあ全部今3店舗ぐらいのお店やってる。じゃあこれお店3店舗あるんですね。いや、この堀越は1軒なんですけど、他に焼き鳥屋さんだったりとか、あの和食屋さんとかやったりしてるんで、だからあのここだけにはもうほぼほぼここにはそうですね、1週間に1回来るか来ないかぐらいなんで。じゃあ他の店舗だったらもうちょっと頻度はある。いやー、どうですかね。まあ結構いろんなところの業者さんとか、あとはその、まあ、仲良くされてる、まあ、和食屋さんとかお寿司屋さんとかもあるので、そういう人たちとこうちょっと、まあ、勉強会じゃないんですけど、まあ、ちょっと料理 の講習したりとか、とか食べに行ったりとか会食しに行ったりとかもあるんで、お店にはほぼ現場にはもういないですよね今。ですけど、あなたはその番組放送当時ありました？愛の貧乏脱出屋さんと美濃方さん、YouTube では見たことありますけど、小林の親方さんが出てるやつですね。そうですね、はい、はい、その名古屋から来た方いましたね。僕ちょっと北海道の人しか見てないですけど、ちょっと僕見ないです。北海道の人しかちょっと見てないんで。そう、北海道の方の人は、どうぞ、いらっしゃいませ。はい、ちょっとお待ちください。ちょっとあの今日も営業中になっちゃったんで、わかりました。で、僕北海道も行ったけどなくて、もうなくて、まあ、ちょっと分からなかったってことで、まあ、名古屋の方はまだあのやってるんですよ、別のお店になくて、はい、だからそれで一応、まあ、心配してたんで、そのことも伝えたかったんですよ。で、その、あの小林さんってもう当時僕がその4年前に行った時はもういなかったんですよ。で、フィリピンに行ったって話を聞いたんですけど、今なんかお父さんのところで働かれてます。日本には帰ってきたっていう話は一回帰ってきた話だけど。いや、もうずっといますよ日本に。僕はもうその行徳かなんかで小林さん始めた時にお会いしてるんで。行徳？行徳、南行徳ですね。はいはい。あのハレルヤっていう居酒屋さんがあったんですけど、はい、今そこ辞められちゃってて違う方がやられてるんですけど、でもそれが10年ぐらい前の話なんで。弟さんがやってる、あのその末富さんの弟さんがやってる神楽坂にはいないですか？いや、いないと思いますよ。いないですか？はい、わかりました。じゃあとりあえず、はい、はい、じゃあ匠さんでちょっと調べてあれしてみます。すいませんでした。はい。皆さん、
魚屋トミちゃんのね末富オーナーのこの秘宝を聞いてすごい悲しいと思います。でも今青山では息子さんが堀越という焼肉屋を、そして魚屋トミちゃんのあの末富オーナーの弟さんがねこの神楽坂で匠というね割烹料理店をね営んでおります。なのでぜひ皆さんこちらのお店にもお立ち寄りください。こんなね悲しい情報ではありましたが最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただいた方はチャンネル登録、グッド評価、快適コメント、拡散の方よろしくお願いいたします。そして次回は、次回は北の大地札幌、建設会社の経営をする旦那の妻として悠々自適な生活をしてきたが、一時期は3軒のお店を出すほど羽振りは良かったものの、バブル崩壊とともに倒産の浮き目にあってしまい、唯一生き残ったパーラーでワッフル修行に挑んだパーラーコスモス。